やいっそう先ほど足びなに泣いてくって子さん心働いてくで私も他三心でキラッチもらなつのがないやさそいやさそあひりひりひりはい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 ご僧侶中宇賀なべら三心エヴァンジェリスト前陣こと前田明やいビギーンイさあ今日もですね、こう朝早くから、まあ何だ、6時ちょい過ぎですね、こう朝っていうのはやっぱりなんかなんていうんですかね、こう朝気合が違いますね。こうだん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 この昼後ぐらいからですね、やっぱりこう普通にこうなんかもう体が起きているので、この、自分がしたいこととかいろんなことが行動的になるんですけど、朝っていうのはもう起きて、ねすぐ体が動くわけではなくて、徐々にこう最初こうさ空気をね、窓を開けて空気を吸って、そしてまた、喉を潤して、そしてまた、トイレに行ったり、また洗面をしたりね、いろいろとこうしながら、準備をしながら、こうだんだんこう自分の、今日一日のなんか、ステップアップしていくんですけども、まあそういったのもですね、こうすごく健康だから、やれてるんだなと、本当最近なんかそういった、自分の中ではなんかありがたいなっていうですね、気持ちが、ふつふつと、湧くようになんかなってくるんですよね。やっぱりその寒さもですね、以前でしたらこの私はもうもともと寒がりなんでね、あったんですけど、今はなんか特にですね、今年はこの風があんまり強い風がですね、沖縄吹いてないので、寒さっていうのがなかなかこの今、気温的に、13度、ですけども、なんか寒く感じないんですよね、肌寒いぐらいな感じで、すごく自分の中この中からこうふつふつとこう温まってるのかなと。そんな感じがしますけども、全国的にはもうすごい、ね、ニュースを見てたらこう雪かきでね大変な、ご苦労なさってたり、そういったところもですね見て、沖縄ではこう本当にそういったことを考えられないぐらいのですねことが起こっていて、なんてこの素晴らしいこの南国っていうですね、沖縄は住みやすいところなんだなっていうですね、そういったニュースを、見てるとですね、そう感じたりしますね。そしてまた今やっぱりこのこうなんかコロナってですね、やっぱりみんなピリピリしてるところがあるんですけども、実際沖縄はなんかそういうピリピリモードないですよね多分。まあ普通になんかマスクをして手洗いをしてうがいをして、このソーシャルディスタンスっていうのもあんまりないんじゃないかな、まあ、言われてあそうかそうかみたいな、すごく緩いっていうんですかね、そんな状況ですよね。本当に自分なんかもコロナってもう風邪ぐらいのしか意識ないんですよ、ですからまあこうどうなんですかね、相当意識がずれてるところなんですかね沖縄ってね。まあそんな感じで、日常もですね、結構普通にまあ普段私自宅ではマスクなんかもしないし、マスクするとなんか人が行くところ、まあスーパーとかですね、そういったところぐらいですかね。はい、まあ皆さんのところは、やっぱりそういったピリピリムードあるんでしょうかね。この沖縄の三振をしていると緩くなるんでしょうかね。まあそんな感じでね、今日も、朝から、本当に緩い話で恐縮ですけども、
皆さんがですね、ぜひともこういった緊張ばっかりじゃなくて、こう緩いっていうね、緩くして、日々をなんか楽しく面白く、過ごすねでいくと、幸せ感増していくんじゃないかなと思っちゃいます。今日はですね、1月の7日、さあ、どんな感じでですねこの2021年、変化していくのか、進化していくのか、退化していくのか分かりませんけども、本当に、今何が起きても本当になんかもうなんていうんですかね、びっくりポンの時代ですよね。まあ、今日も、きっとこのアメリカのね、大統領がどうなるのかとかですね、そういったことがニュースが多分、ボン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 飛び込んできたりね、すると思うんですけども、やはりこの今いろいろな形でですね、この自然も、そうですけども、その地球上に住む我々、人間もですね、大きな意味で、転換期を迎えてるんじゃないかなと思います。そしてまたその中で一番、音楽っていうか、そういった自分の好きな音楽をですね、聴ける、幸せ、そしてまた奏でられる幸せ、そしてまたいろいろとこのチャレンジできる幸せね、今年は、そういった、なんていうんですか、幸せ感というのをですね、私自身はすごくなんか、新年からですね感じているので、なんか、すごく、自分の中で、あ、この毎日自体もですね変換期が来てるのかなと思ったりしておりますけども、さあ、今日も、皆さんのですね、楽しい三振ライフが、変化してきますように、進化してきますよね。また、よろしく、くんくんし、安心、また、やさい。